こんにちは。本日はですね、双葉さんの CGY760R のジャイロ設定を説明したいと思います。まずはですね、基本設定、こちらの説明をしていきたいと思います。今回この基本に関しては、送信機の電源を入れずに設定を行います。まずこの GPB1、これが接続されている状態で、ジャイロの電源を入れます。こちらですね、3つ項目があります。書き込みっていうのは、最後に使用した CGY760R のデータをこちらに書き込むっていうことができます。要はバックアップ機能があるということですね。ただ一番最後に使ったものに上書きされてしまうので、注意が必要です。続いてですね、サーボ、これはサーボのパラメータをこの GPB1 で調整することができます。これの場合ですね、サーボに直接接続しないとパラメータの調整ができないのでご注意ください。続いてジャイロの設定をする場合は、このスタートということでエンターボタンを長押しっていう形になります。そうするとですね、読み込みをしていて、読み込み終わるとメニュー画面になります。続いてですね、こちらの設定、3種類あって、プラスボタンを長押しするとベーシックメニュー、マイナスボタンを長押しするとエキスパートメニュー、両方を同時に押すると基本設定になります。まずはですね、確認してみましょう。プラスボタンを長押しでベーシックメニュー、戻るときは、カーソルがメニューを選択されている状態でエンターボタンですね。続いてマイナスボタンを長押し、これでエキスパートメニュー、これもカーソルが動いてなければエンターボタン。はい、そしてですね、プラスとマイナスを長押しで基本設定になります。こちらディスプレイですね、続いてサウンド、インフォメーション、これでジャイロのバージョンと GPB1 のバージョンの確認ができます。上が GPB1、 下がジャイロのバージョンになります。受信機設定ですね、この上の方がですね、受信機タイプ、これ選べます。TFHSS、 これ6K とかですね、10J とか 12K、 こういったものがこの TFHSS になります。で、通常それ以上のバージョンですと、ファステスト、これを選択していただく必要があります。基本設定はですね、ファステストになっていると思います。続いてですね、内蔵受信機、これを使っている場合アクトで、基本はこれアクトになってます。これはですね、 CGY760R も CGY755 も、同じようにアクトになっているので、外部受信機、755は基本的に外部受信機を使う設定なんですけども、これをインヒビットに変更する必要があります。で、この状態でエンターを1秒以上長押しすると確定します。で、そのままですね、 CGY760R の受信機を使う場合は、アクトにする必要があるので、アクトの状態で、選択します。この辺ですね、基本的にあんまり変えてほしくないような設定の場合は、ボタンをですね、長押しする必要があるので、ご注意ください。で、元に戻る場合は便利なのが、このエスケープボタンを押してエンターを押すと元の画面になります。続いてですね、ジャイロアップデート、これはですね、 CIU2 を使っている場合はロースピード、 CIU3 を使っている場合はハイスピードで書き換えができます。こちらの方ですね、お持ちになっているものが、2であろうと3であろうと時間が変わるだけで機能は変わらないので、過度な期待をして CIU3 に買い替えても、速度が変わるっていうだけになります。
そうしましたらですね、で、エンターで元の画面に戻ります。これで基本設定は終わりです。